ども今日はですねメスアドベンチャーというゲームやっていきたいと思います。これね最近 YouTube のコメントで教えてもらって調べてみたらめっちゃ面白そうだったからさ、今日はこのゲームやっていきたいと思います。僕いつもねスーパーマリオメーカー2のトロールコースばっかやってると思うんですけど、もうそれと何ら変わりないよ。ただこのゲームの方が理不尽さが多いかもしんないということで早速やっていきますか。ほら見てこういうのよもう文字が落ちてくるとかもうそんなゲームだよ。とりあえず始めていこうか。もゲームを始める。アーカイブ123、一応セーブデータ3つつけてくれてんのね。じゃあこれは前進するでいいのかな。これでスタート、あこれでスタートしたっぽいよ。そしてストーリーがちゃんとあるのかな。このようにして私たちのメスはそれ以来帰らない道に乗り出したということで、これはチュートリアルかな。ちょっとキーボードだから慣れないからちょっと待ってもらっていい。左右はまあキーボードの左右でいけるんだけど、スペースでジャンプか、マウスのクリックは、で今マウスのクリックめっちゃしてるんだけど今は使い時なさそうだね。なんで進んでいきたいと思います。ジャンプ、うわでこういうゲームなのよ。いやなんか次タバコ吸ってるしさ、さっきこんな絵だったっけ。ちっとはおとなしくしてろよあなたも。いやおとなしくさせてよ、おとなしくさせてくれないのこのゲームでしょ。じゃあこの隠しブロック出してすぐ右に行けっていう感じだね。いや絶対なんか出てくる。もう一の一っぽいよね見た目としては。ハテナブロック、アイテムとかあんのかなこのゲーム。あなんか足マークが出てきたよ。これでなんか足速くなるみたいなやるじゃん。まあまあなるほどね、もうこういうゲームなんですよ。みんな大体理解できた。うわー、いや理解できても進めんよねこんな理不尽なトラップがあったらさ。じゃあここの太陽は落ちてくる。どの辺、どの辺で落ちてくるんだ。これ避けれるでしょ、避けないけど。なんでよこんなステージじゃ早くクリアしたいよね。ここに隠しブロックこの辺であったっけ、この辺で出てきたよね。よしよしよし、あれさっきまでなかったくなかった。じゃあここで土管は入れるのかな。ちょっと下ボタン押してみる。土管は入れない感じだね。うわー、もう怒ったよ僕。そんなにめちゃくちゃにしてくるなら僕も完全にこのコースクリアしてみせたいと思います。あのブロックなんか左右に開いたよねさっき。左側なのかここ。よしよし、でもう一回ジャンプして。うわ下が見えねえんだって。下が見えない系はずるいよ。一旦下におるか左側が大丈夫。どうしよう皆さん、もう心が折れそうなんですがやめていいですか、このゲームもうやめていいですかね。いつもやってるのよりだいぶ鬼畜なんですけど。じゃあここはセーブポイント取りてジャンプしていく。これで合ってる、やった今ピンポンってなったんだよね。これで、いや大丈夫大丈夫、これはチェックポイントからでしょ。やってった、これでもさ飛び越えていけって感じかな。端っこに乗って右にジャンプしていけ、多分そんな感じだよね。ほっ、よしよし、真ん中に行かなかったらいいってことだね。ここはタイミングよくジャンプボタンを押してもね、これジャンプが高くならないんだよね。なんでここ、よしよし、でこっから進んでいこうか。はっ、なになになに、なんか来てる。いやなんだこれ、クオリティ高いな意外とえここ無理じゃない、タイミングよくジャンプしておけろ。ワイピンいい、バイじゃねえんだよじゃあここ下に行けってことから下行ってみるね。あ、なるほど、この下のトゲはバネになってんのね。これはわかんないって。なにこれ、あなたは後で知るな、この北斗の拳みたいな、お前はもう死んでいるみたいな。じゃあここは上に行っていい感じかな。いやこのさ変な人叩いていいんじゃないねえ、叩いてみる。うわー、いやー、じゃあここあのリフトがあるじゃん、あのリフトが下に下ってくるまで待っておけっていう感じだね。うわー、なんでえ、なんで開いたの。右ギリギリまで追っておいたら大丈夫、ここまで追っておいたら開かないでしょ。あ、大丈夫っぽそうだね。この辺だったらあの開くことはなさそうなんで、こっから右にジャンプしてあのリフトに乗ってみせる。隠しブロックとかないよね、なんかありそうな気がするんだけど。ジャンプ、よしよし、で、あ、待って、このリフトちょっと動いてるね。しかもコントローラーでやりてえな、これキーボードでやってたらめっちゃやりにくいんだよね。ここで右にジャンプ、なんでやばい、マリオメーカーより楽しいかもしれないっていう気持ちが芽生え始めてきています。こんな鬼畜コースを楽しむ僕はド M なんでしょうか。ここは一旦一番上まで待っておこうか。一番上まで待っておいて、そっから
よし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 、彼女を救ってください。あなたは勝ちます。早く行かないでください。ゆっくり行けってことかな。ちょっとゆっくり行ってみる。ゆっくり行ったら彼女を救えるみたいな、そんな感じだね。ナイスアッパー。ここどうすればいいんだろう。右手から出てきたってことは左手の方から行けば大丈夫みたいな、そんな感じじゃないの。はい、ダメ。わかんねえ。ここでマウスのクリックが必要になるんじゃないかな。ごめんね、今みんなにはマウス見えないようにしてるんだよね、設定で。今ね、この女の子クリックしてるんだけど、なんもなんないな。タバコとかもなんもなんないし、いったら頭から行ってみる。頭が正解。なんでよ、この右側に行けばいい。そしたルートが、あれ、なんもなんないね。はっなるほど、上の女の子に当たればいいってことだったのね。そしてなんだこの絵は、無駄にかっこいいなさあ、これで次のステージに進めると思うんだよね。なるほど、ステージ2が出てきたね。うわなんでそんなとこで引っ掛けるの。わざわざこんなところで引っ掛ける要素いる。ステージ2に行くだけだよ。マリオで言ったらワールド進んでて罠があるみたいなで、そんな感じだよ。じゃあここは一度つまずけばそれだけ利口になる。まあそうだよね、一度つまずいたらだってまだわかるもんねなんでよ。じゃあここは右にジャンプしていけっていうことだね。そして左なんか出てきたね。うわ、絶対罠だよあれ。でも気になるな、取ってってみる。うわー、はいはい、わかりました。素直に取らせてくれないってことは、あの左の球体何か鍵になってるんじゃないかな。ちょっと取ってってみるね。取れないの。アドバル一旦取ってすぐ右に逃げる。いや間に合わんねこれ。もう無視していっていいかな。無視していって右に難しいと簡単だって書いてるじゃん。僕は実況者なんで簡単な方行きたいと思いますもう嫌だ、難しいのはやめて。なんでそんなことすんの。いや分かってたよ、簡単な方が罠だっていうことは。ここでジャンプすればいいんでしょ。難しいもめっちゃ気になるけどね。私を踏まないで、ちょっと踏んでみる。あれ、バレるね。このバレた状態で右にジャンプ。うわ、届かんね、やっぱり。ということは難しいが実は正解みたいな、そんな感じかもしんないよ。ちょっとこっち行ってみる。ほら、熱々熱々で、はっはっ、なんで一緒にジャンプすんの。こっち来ないで、こっち来ないでってこのさ、私を踏まないでどうかしていくと思うんだけどね、これ。あ、押す、押して、なるほど、押す勢いが足りなかったか。これはジャンプして右にでももう分かった、あの球体を勢いよく押して乗っていくこのポムポムボールを踏んで一緒に乗っていくっていう感じじゃないから、ナイス。これで右に進めるでしょ。うわ、怪しい。この動画絶対なんか出てくる、絶対出てくる。出こないのか。じゃあ進むよ。いやでも気になるね、ちょっと入ってってみる。入ることはできないのか。じゃあ今度は右に、これ非常口のマークだよね、乗ってみる。あれ、じゃあ上ジャンプしてみようか。隠しブロック、隠しブロックを左上で出していけみたいな感じかな。え、ここどうやって行くんだろう。あ、なんかあった、なんかあった。ここで上にジャンプして、なるほど、これジャンプして右に乗れみたいな、あの、これでいいんじゃないの。いや難しいなこれ、ゲーム性おかしくないですか。確かこの辺に隠しブロックがあったよね。このブロックを踏んで上のコインを出す、そして右に行けっていう感じか。いや難しいでしょこれ。まあまあでもさ、ここを越えればチェックポイントが右側に見えてるからね。でここで隠しブロックを出して、あれ、今回なんか下開かないで、開くタイミングがあんのかな。一旦進んでってみるね。ほら、下のブロックが開かないんだよね。ちょっとなんてかわかんないんですけど、ここでジャンプ、ナイス。ここでチェックポイントは取れません。ここ完全攻略していこう。なんで下のブロックが開いたのか。ここのブロック叩くと開く。もう一個あったよね、ブロックが。なるほど、あのブロックを叩いたら開くんだね。ということはよ、ここの隠しブロック出して、ここ2つ出したらもう右に進んでいいんだ。そして、いやちょっとミスったけど、いやこれ地味に難しいな。ここでジャンプして、ここでも、うわむずっけ、ジャンプ、そしてすぐジャンプ、そしてセーブポイント。なんてなんもないのおかしいでしょ。ちょっと待って、マジでわかんない。ここセーブポイント右、あ、
左になんかちょっとブロックが出てきてる。あのブロックに乗るんだよきっと。ここでジャンプして左の壁に沿っておく。そしたらはっ、チェックポイントちょうだいよ。なんでこれ絶対やられるでしょ。頼む、普通に取らして。危ねあのタイヤ危ね、取らして。なんでくっそ次は取るぞ、絶対に取るぞ。あの中間ポイント絶対に引っかからない。この隠しブロック一旦出しておこうか。一旦出しておいて。うえ、うわ怖え。あのアイテムみたいなやつ何もしないで右に歩いていけば取れる。よっしゃ中間ポイントがめちゃくちゃ嬉しい。このゲームここ入ったらどうなるんだろう。無限ループする感じで。じゃあ上に行って、はい、うわ、バーイじゃねえのこれ。ダイじゃねえんだよ。何これ、うっそ何これ、すっごいクオリティ持ってきたよここで。じゃあさ、ここ下に降りれって書いてるじゃん、降りてみる。降りたらどうなるか、これが正解みたいな。あ、なるほど。でここでも隠しブロックが上にあるんじゃないの。そういう生き方ね。さあ行きますか。で右にもまたなんかチュートリアルっぽいの来てるな。呼ばせろ。じゃあここ上から行ってみるね。危ねえ、うわくね、次は行こう。あの看板までちゃんとたどり着こう。ここでジャンプ、大丈夫、いけるよ。ナイス、もう一度思い出させる必要があると思います。これは最初のやつと同じ看板だよね。なんか意味あんのかな。ちょっとこのまま進んでってみようか。スーパージャンプ、あれジャンプできんかった。うわ、N に変わってる。ほら、ジャンプボタンがさ、ここに来たら N ボタンでしかできなくなってるんだよね。うわ、クソがよいや、急に操作のボタン変えてくるのずるくない。ここまで来たらさ、看板見てて、ほら N になってるんだよね。なんでちょっと N 押してみる。 N、 あ、すげえ、マジで N でジャンプできてる。マジでクオリティ高いね、このコース。こっからジャンプして、あの女の子パンチしてこないでね、そっち次は女の子助けられると思います。見てて、絶対この罠引っかからない。ジャンプ、そして女の子誰だお前はどう行けばいいんだろう。ギリギリで女の子に触れろっていうことかな。斜めから行こう。ほっ、やった二面でこれだもんね。めちゃくちゃ難しい。じゃあ三面行こっか。どこ三面。いや絶対なんか罠来るでしょ。このブロック罠っぽくない。ちょっと乗ってみる。はっ、罠じゃないで、普通に三面行かしてくれる感じですか。普通に今回行かしてくれたよ。じゃあ三面行こっか。あ、なんか変わってるよ。ストロング、いや違う、ストングってなってる。ちょっと意味わかんないですけど、強すぎ、マジで強すぎ。あ、面白いね、こんなマリオでなかった。 3D かなんかでマリオがでっかくなるやつなんかあったよね。このままどんどん右に進んでっていいのかな。これ何もしないでいい。はっ、いや意味わかんないよ。右下にメスがいるんだけど、どうにかしてやられないようにしろってことでしょ。え、早く行けってことかな。なんでこのまま常に右ダッシュしてってみるね。あ、やっぱそうだよ、今回メスいないもん。ほらほら、これでメスぶっ飛ばしたけどいい。メスはぶっ飛ばしたけどいいの。やっぱダメだよね。なんでスタートした瞬間常に右ダッシュだね。それでなおかつメスに当たらなかったらいいって感じでしょう。ただ当たり判定がまだよくわかんないんだよね、この人。どの辺でジャンプすればいいんだろう。もうすぐメス来るでしょう。ギリギリでジャンプ、当たり判定広すぎでしょそれちょっと疲れたんでね、落ち着いた実況に戻っていいですかね。このタイミング、なんでむずっけ。これ当たり判定広すぎて相当厳しいよ。これマジでギリギリ攻めろって感じだろうね。これ上行けないのかな。上行けんもんね、この辺。そしたらナイスメッツ、避けれたね。これでゴールできるんかな、どうなんだろう。あれ、いや、ビシッちゃったよなんか右にいたんだけど、なんだろう、なんか一番右まで行ったらビシッつってやられたんだよね。なんで落ちてみる、ここに落ちてみようか。それがせっか、あ、落ちれないね、左に戻るみたいな。またビシッちゃったよ。え、ここどうやってクリアするんだろう。そもそもよ、右に行くことが間違いだったみたいなあるから、ちょっと左行ってみる。左行ってみたらやっぱり、でここの土管を蹴っ飛ばしてこの子に触れればゴール。なんでえ、ゴールポイントなくなったじゃん。メスにこの子を触れさせないけんのでしょう。っていうことはこれも積んだ感じかな。
ちょっとやり直し、あ、やっぱりね。じゃあさ、一旦すぐ左行って、ここの敵まで倒すでしょ。そして右にすぐに行く。そして滅をここまで殺せばいいって感じじゃないから、ちょっとそれで行ってみよっか。だってメスがもうすぐ来ると思うんだよな。大丈夫メス、この辺でしょ。メスは、あれ、メスがいないよ。これうわ早いな。いや、めっちゃ早かったよこれ。左行くで最初合ってんのかな。左行ってすぐ右、これで間に合うかな。どうなんだろう。これで間に合わなかったらこの行き方は違うっていうことだよね、多分。こっから、あー、やっぱダメだ、うれ間に合わんばい。ここら辺でメスが来るでしょ。そのメスを避けて、メスを追いかけてみる。それでいけるんじゃないかな。どうなんだろう、頼む。よし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 、いいね、このメスを追いかける。なるほどね、あのトラップを全部崩していかなきゃいけないってことね。じゃあさ、全ての障害物を消していこう。さっきの針とかもさ、全部ぶっ飛ばしてメスが通れる道を作っておくのが正解なんだと思うよ。ここでジャンプして針を消すでしょ。で、ここでメス間に合うかな。メス大丈夫、ほっメス。いや、これなかなか当たり判定がさ、厳しくてさ、難しいんだよね、この辺。よしよしよし、こっからメスを追いかけよう。あのハリーもちゃんと今度はね、ぶっ壊してるからメスは通れると思うよ。ほら来た、あの女の子のところまで行ってくれ。たださ、女の子のところ、敵がいたじゃん一匹。あの敵を倒せるのかな、メスって。当たらないのかな。これでもうすぐゴールがあると思うんですけど、頼む、行ってくれ。はっ、いや、それはわかんない、そこの行き方わかんないよ僕。あ、わかったよ、もしかしてさ、メスより先に行けってことから、ここで道を開けさせておいて、メスが来るのを待っておけばいいんじゃないかな。これでメス来れるでしょ、頼む来て。なんで落ちんのよ、そこ足回るやんか。いや、もうわかったよ、あそこでメスが落ちるってことは最後蹴ればいいんじゃないのかな。ちょっと最後蹴ってみる。ここで土管ぶっ飛ばしておいて、ここでメスが来たら蹴ってみる。それで合ってて、ダメー。いや、分かったよ、これで絶対いけると思う。ここまで来るのは絶対間違いないと思うんだよね。で、メスがジャンプするじゃんこの辺で、それでメスを乗せるんじゃないから、メス乗って頼む。熱い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 、そして触れることができると、きっとそうでしょ。やっためちゃくちゃ頭使うなこのゲーム。はい、それじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。このゲームね、相当長いんだよね。4とか5とかで終わるレベルじゃないの、10とか20とかでもないの、相当あるみたいなんだよね。まあ次はいつやっていくかわかんないんですけどね、またやりたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。